川六レポーターの山本です。高松で人気のお店を紹介します。今回は北浜恵比寿海鮮食堂さんです。ではまずここが駐車場となってます。はい、では行ってみましょう。ここに海鮮食堂さんの看板があります。では入り口向こうになります。はい、山本さん、はい、今日はですね、はい、北浜恵比寿海鮮食堂さんにお邪魔してます。はい、ちょっとね、本当に隠れ家的な、そうですよね、はい、商店街からは少し離れたところにあるんですけど、はいはい、もうなんといってもね、このロケーションっすよ。そうですよ、目の前、海。そう、もうこのお店ですね、18年前にオープンしたんですけれども、それからもう地元の方とか観光の方とかにですね、大人気のお店でして、そう、理由の一つがね、このロケーションにあるんですね。本当にもう瀬戸内のこの海をすごく感じながらお食事いただけるということで、ね、今日開放的な感じで、そうですね、はい、いいですねでもね、なんといってもね、やっぱここのおすすめは魚、はい、そうですね、新鮮な魚。そう、そう、今日じゃあおすすめをね、はい、2品お願いしてるんで、早速ちょっといただきましょう。はい、楽しみですはい、山本さん、はい、どうぞ。これどうですか。めっちゃボリュームがすごいでしょ。そう、タコたくさんあります、ここ。はい、ここですね、いろんな海鮮おすすめなんですけど、はい、特にね、タコが人気があると。瀬戸内のタコ、直取りの。あ、そうなんですか。はい、これめちゃめちゃ人気なんで、新鮮な、うん、もう人気メニュー、うん、ぜひね、ちょっと食べて、はい、はい、早速食べてください。はい、いただきます。はい、じゃあまずタコから。ほんと大きいでしょ、一個一個が。うん、おいしい。ね、美味しいでしょ。うん、やっぱり弾力すごいですね、タコの。うん、そう、うん、やっぱ新鮮な証っていうかね、うん、もうこのね、メニュー、お魚、まあ、タコを含めてなんですけど、うん、こちら何がすごいかってね、あの、半分以上はもう漁師さんから直接届けられるということで、もう新鮮も新鮮ですよね、うん、すごいですね。そうそうそう、うん、口の中からタコがなくならそうそう、でもね、それもね、やっぱね、タコの天ぷらの、うん、あの、ね、いいところ一つで、はい、噛めば噛むほど本当に、ね、味がそうきます、きますよね。うん、そう、野菜の天ぷらもたくさん。そう、すごいでしょ、それ。本当にすごいでしょ。もうそうじゃなくて、普通ね、天ぷら定食とかで普通出てくるぐらいの量なんですよ、うん、で、それ全部込みで1000円ですよ。安っそう、安いですね。そう、やっぱ直送なんで、うんうん、それだけお安い価格でご提供できるっていうことで人気なんですね、うん、あ、そうなんですね。どれ食べようか。じゃあ、ナス、すごい、ナスもでかい。大きい、ね、大きいですね。でかいですうん、女性でもペロッといけますね、この料理、うん、味噌汁もね、うん、お魚入ってるんです、腹が。入ってます、入ってます、ね、美味しい、ね、うん、温まります。最高でしょ。うん、美味しいです。これは、うん、美味しい。じゃあ山本さん、実はですね、はい、こう、やっぱりお魚新鮮なんで、はい、お刺身定食もね、おすすめなんですよ。うん、僕も食べていいですか。はい、どうぞはい、ということで、はい、これですね、これは見てください、お刺身定食。すごいですね。これ何がすごいかって、うん、まずね、価格950円なんです。950円。そう、タコの天ぷら定食も1000円、びっくりするんですけど、うん、これ950円で、この一品とかもあるんですけど、うん、もうメインのやっぱお刺身が、今日ね、これ3種あります。はい、タイと、うん、オリーブハマチと、これサワラのたたき、たたき、はい、ということで、今日はね、3種あるんですけど、だいたいね、毎日2、3種その時のおすすめのお魚、新鮮なお魚がここに入る、うん、気になります。早速ね、タイ、タイいただきます、ね。はい。じゃ、これも本当に、しかもこの一切れ一切れがめちゃめちゃでかい。そうですね。ね、これ見てください、この肉厚。はい。ね、ご飯と。いただきます。はい、うん。すごいプリプリっす。プリプリですか。はい。やっぱ本当にこのタイの甘みっていうか、うん、この味わいをめちゃめちゃ感じますね。これは。ご飯進みますね、うん、おいしい
あ、美味しい。うん、オリーブハマチ、これもめちゃめちゃでかいです。いただきます。本当に、はい、うん、これもめちゃめちゃうまいです。何でしょう、もう噛んだ瞬間にやっぱ新鮮なのが分かるのと、うん、オリーブハマチ独特の食感、うん、この後でこのとろける感じの味、美味しい。いや、お刺身もめっちゃうまいです。でもめっちゃご飯食べてますね、うん、あー、うまっ。これひつまシチューなんですね。うん、そうですよ。うん、本当に、うん、なんかね、もう瀬戸内のこの美味しさが詰まってるようなこの定食ですね。おお、全部で、あ、本当に美味しい。ね、これなんかいいですけど、これ950円ってなかなかね、やっぱりあの高松でも中心地とかだとなかなか食べれない、うん、そうですよね、そうです、この価格ではね、うん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。とても美味しかったです。ありがとうございます。本当にもうあのボリュームで、はい、あのリーズナブルのお料理で本当にすごく驚きました、はい、あのここであのスタッフさんって何人、はい、何名であのやられてるんですか。あの女性3名で営業してます。女性、はい、女性だけなんですか、はい、すごい。あの寮で取ってきてもらうのが男性の方で、もうここは女性のみの営業で、はい、そうなんですね、はい、すごいですね。タコの料理がすごく推しているっていう話だったんですけども、はいはい、これは毎日出されているって感じなんですか。そうですね、あの毎朝タコ壺寮に行って、うん、取ってきたタコをこちらの方で調理して、うん、あのお客さんにお出しする形になってます。そうなんです、はい、なるほど。ここで、海鮮食堂さんからお知らせがあるというのをお伺いしているんですけども、はいはい、あの今インスタグラムっていうのをやってて、うん、海鮮食堂の、はい、でそちらの方であの一応毎朝あのお出しするメニューを、うん、あのストーリーの方に上げてて、うん、であの時折その日の限定メニューとか、うん、その日ストーリーを見せていただいた方限定であの割引とかもやってるんで、ぜひそうなんです、ね、登録していただければありがたいなと思って、はい、ぜひあの概要欄にも URL あの載せてるのでフォローお願いします、はい、お願いします。ではもう一つ嬉しいお知らせがあるというのをお伺いしたんですけども、はいはい、お願いします。カードキーさんのホテルのカードキーをあの提示していただければ、あのこちらの方で定食にプラス、うん、小鉢を一品サービスさせていただきますので、あのぜひよろしくお願いします。 ありがとうございますぜひ皆さんルームキー必ずお持ちください。はい、はい、ではカワロクチャンネルではこれからも様々な情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。バイバイ。バイバイ。お越しの際にはホテルカワロク L ステージ高松とエクストリーン高松をぜひご利用ください。ご宿泊のご予約は概要欄から簡単に行えます。皆様のお越しをお待ちしております。まだタコ OK 大丈夫、タコもごもごできる。食べていいんですか。うん、食べてももちろんいいです。それ食べてもいい。